鈴木賢治は、ワールドワイドな活動をしているロンドン在住の、日本人ギタリスト。通称賢治ジャマー。10代の頃より、天才ギター少年と呼ばれ、レコードデビュー以前にサザンオールスターズのオープニングや、内田祐也のロックフェスティバルなどに出演する。1983年、EPIC ソニーより、ミニアルバム、エレクトリックギターでデビュー。 1985年、スティービー・レイボーン、ディープ・パープルの来日公演でオープニングアクトを務める。1987年、元クリームのジャック・ブルースと共演、アルバム、稲妻スーパー・セッション・アブ・ソルート・ライブ、リリース。このアルバムで共演した際に、日本国外での活動を進められ、1988年に、都営、活動の拠点をロンドンへと移す。 1990年以降は、ロンドンにて、本格的に活動を開始する。1991年リリースのボム・ザ・ベースのアルバム、アンノーン・テリトリーに参加。このアルバムから、ラブ・ソ・トゥルー、ウィンター・イン・ジュライ、そして、エアー・ザ・というブレスが、UK で、チャート・イン・し、BBC のチャート番組、トップ・オブ・ザ・ポップスや、ザ・ワードといった、音楽番組に数回出演した。 他にも、スタジオセッションワークとして、シールのアルバム、シールや、アニ・レノックスのアルバム、ディーバ、イン・ザ・ネーム・オブ・ザ・ファーザー、オリジナルサウンド・トラックに収録された、U2 のボノとギャビン・フライデーによる、タイトル曲に参加し、カリン・ベイリー・レイのアルバム、カリン・ベイリー・レイでも、レコーディングセッションに参加した。1998年より、シンプリー・レッドのメンバーとして、 バンド解散の2010年までレコーディング及びワールドツアーにギタリストとして参加。引き続きミック・ハックネル、ミック・ハックネルのソロプロジェクトに参加している。2015年にバンド結成30周年を迎え活動再開したシンプリー・レッドのニューアルバムビッグ・ラブにも参加。10月からの大規模な欧州ツアーにも参加が決定している。ありがとうございます。